2番ピッチャーアドゥア背番号48。アドゥア斜めにすぐつくよね、これ。なんか待って、俺それ覚えないかも。結構前だよね。結構前だよ。2016年ぐらいじゃない？そうです、中学生の時に東京ドーム初めて行って、多分高木隼人から先制ホームラン打って、そうそうそう、あの賭博の人で、そう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 、で、なんだっけ、マシソンからタイムリーツーベース打って3点取った記憶がある。それ覚えてる？バルデス、バルデスですよね。バルデスおじさん、なんかバルデスが誰だっけな、片岡が長野でツーラン打たれた記憶なんだよ。なんか最後の方に金子、金子誰かを中継ぎで出してる。あ、ドラゴンズいたんだ、金子。ドラゴンズの金子。